日本最大級の建築家ネットワークアーキテクトスタジオジャパンの提供でお送りします。こだわりの空間に住まう喜び、夢の住宅を建築家が形に。 ASJ 梅田セルを拠点に情報を日本全国に発信、アーキテクトスタジオジャパン。未来を覗く住宅展開催中。 ASJ は1800名以上が登録する日本最大級の建築家ネットワークで理想の住まいづくりをサポート。全国180カ所以上のスタジオでお待ちしています。未来を覗く住宅展開催中。Casa Bella è una rivista che ormai ha 100 anni di vita. Sulle pagine di questa rivista è passata la storia dell'architettura del Novecento. Il nostro augurio, la nostra speranza, il nostro impegno è che Casa Bella anche nel prossimo secolo continui a documentare ciò che l'architettura internazionale verrà producendo e offrendo. Lo faremo con la massima serietà, perché la serietà è ciò che merita questa antica e nobile professione che gli architetti praticano. Casa Bella, Japan. Do we feed it, biscuit feed it? Do we feed it, biscuit? 国内外のデザイナーやアーティストが創造する空間美学。人々の輝ける暮らしを求め、創造という終わりなき道をひたすら走り続ける。建築家とは創造のアスリートなのかもしれない。今回のフォーカスアスリートは2012年3月3日と11日に大阪で行われたイベント 1.17、3.11 明日への建築展のシンポジウムなどを特集。このイベントは未曾有の大災害となった東日本大震災から1年、犠牲者に対しての追悼として開催され、関西を拠点に活躍する建築家たちによって建築の観点から災害に見舞われた地域の再生を支援する様々な提案が発信された。当番組では今回のフォーカスアスリートを30分に拡大し、鎮魂の思いを込めてこのイベントの模様をダイジェストでお伝えいたします。このイベントは神戸大学准教授である建築家月橋修氏が建築家を目指す大学生たちと共に東日本大震災で被災した14の沿岸都市を模型で復元する失われた町の模型復元というプロジェクトがきっかけとなり、この活動に感銘を受けた建築家高松伸氏が企画監修し、 1.17、3.11 明日への建築展は開催された。そこには阪神・淡路大震災を経験した高松氏の思いと強く重なる復興への思いがあった。まあ、我々関西の建築家、まあ、西日本の建築家ですが、17年前に一度大きな震災を経験しております。その時に我々は、これは技術に問題があるのではないか、そういう疑問を持ったんですね。それ以降17年間耐震技術も含めてですね、まあ、その技術の改良に邁進してきました。その刹那ですね、我々は今回の東北のあの震災に遭遇したわけです。まあ、いわゆる自然を克服する技術というものを年々と期待できたんですが、どうもそれだけでは課題はなさそうだということを目の当たりにしたんですね。で、特に関西の建築家は 1.17 を経験しておりますので、今回の震災を少し違う視点で見るのではないかと、その視点で見た新しい復興に対するさまざまな知恵を今回提案してくれと、そんなことでこれが始まっておりますので、少しまあ他の地で開く展覧会とは意味合いが違うと、関西の地で皆さんに見ていただくべきであるというふうに申し上げて、一緒に展覧会をやりましょうと、そのところからスタートしております。3月3日のシンポジウムは、そのような高松氏の呼びかけに応えたカザベラ編集長フランチェスコ・ダルコ氏の基調講演から始まった。これからの復興に向けて新しい価値観をどう受け入れていくべきか、ダルコ氏はフランスの建築史を紐解きながら明日へ向かう勇気を提言した。Il futuro è anche frutto del modo in cui gli uomini pensano, si comportano e tra loro si confrontano. Nella storia
l'architettura più di ogni altra arte è stata impedita a conoscere il proprio futuro dai pregiudizi degli uomini. Questi pregiudizi impediscono di capire che cosa sia il nuovo e che senza il nuovo non esiste futuro. Alcuni esempi. Che cosa sarebbe Parigi senza questa fotografia? Che cosa sarebbe per un bambino Parigi senza la Tour Eiffel? La tecnologia diventa spettacolo in senso proprio. La velocità di costruzione diventa un valore intimo delle costruzioni stesse. Un nuovo modello e un nuovo simbolo entrano a far parte della cultura anche figurativa, oltre che di quella dei bambini di tutto il mondo. Eppure quando la Tour Eiffel venne costruita, alcuni dei più celebri intellettuali del tempo protestarono perché quella costruzione rappresentava un'offesa alle bellezze perenni di Parigi. 特にその先方に立ったのが建築家のシャルル・ガルニエであり、ガルニエ自身も代表作オペラ座を建築するときは同じような批判を受けていた。さらに1970年代に建てられたポンピドーセンターも同様であった。レンゾ・ピアノ、リチャード・ロジャースなど若い建築家たちが設計した空っぽの広場というコンセプトは、その本質が理解されるまで批判にさらされ続けた。Durante il primo anno in cui il Centre Pompidou venne aperto, venne visitato da 6 milioni di visitatori. Nonostante fosse stato criticato come una delle più straordinarie violenze che Parigi aveva ricevuto. Se prevale l'opinione di coloro che credono che il mondo perfetto sia sempre stato quello di una volta, allora non c'è futuro. Bisogna aprire la nostra mente e lasciare che le cose accadano, anche se dobbiamo continuamente vigilare sul modo in cui le cose accadono. ダルコ氏に続いて、地球環境工学が専門の京都大学名誉教授松井三郎氏が登壇。地球環境保全の観点から、今後に期待されるエネルギーの活用方法について具体的なメッセージをいただいた。岩手県、宮城県を見ますと、あるいは福島県もそうですけども、これ森林バイオマスは十分あります。これいかに活用するか。そして後半のパネルディスカッションでは、関西を代表するご覧の7名の建築家をパネラーに迎え、阪神・淡路大震災の経験を生かした震災後の新しい建築の在り方について意見をいただいた。彼らは2月中旬よりおよそ1ヶ月にわたり ASJ 梅田セルにて展示された失われた街の復元模型、それと同時に併設された関西・西日本を拠点とする32名の建築家たちによるプロジェクト模型とパネル展示「明日への建築32」に出展。その32名を代表して登壇している。このディスカッションは建築家梅林勝氏がモデレーターを務め進行。実際117もまだ17年経ちましたが、まだまだ復興の過程にあるというふうなことですし、いろんな議論をしながら継続的にやっていきたいと思ってます。まずは永田直之氏。阪神淡路大震災の後に起きた復興住宅での孤独死に着目し、社会問題であるコミュニティの創出を課題とした新しい家の形であるノットホームレス、バットハウスレスを提案。1万円で借りる部屋があって、残りはとりあえずみんなと共用だけど、1万円だったら家賃が払えるって人がいれば。芦沢隆一氏は宮城県女川町近くにある小さな漁村が自立できるような大きな規模での復興案を紹介。土木的な発想と建築的な発想を混ぜてるんですけれども、その斜面地を復旧しながら住宅を作ることができないかということを考えています。家成利勝氏は建築を学んでいる学生や一般人を含めた23名で一つの住宅を増改築していくプロジェクトを紹介。こういろんな人と
こう共同しながら何かを、共にこう作っていけるような関係っていうものを、結んでいけないかなということを考えています。河合俊明氏は新たな住宅を作る上で国産の木材を使った木製都市を提案。そこには見失いがちな環境問題への配慮があった。工事をするときに、まあ、今までアルミを使ってたところに木を使うと、まあ、CO2 の排出がそれだけ減るんですよと。結構これはドラスティックな話。長坂大氏は被災地を15カ所ほど視察し、場所によって全く異なる被災状況を見ながら多様な建築的提案をし続けることが必要だと感じた。その中で今回は擁壁を生かした建築の可能性を提案している。擁壁はものすごく綺麗に残っていて、手前の人が住んでた家が火災ごと全部流されているっていうのは、どちらも人の生活を支えるものであるっていうのであれば、もう少しバランスを考えてもいいんじゃないかなという。でこの場合はもし擁壁が残っているのであれば、あるいは残るような擁壁があるのであれば、それに対して一定の強度を分け合いながら建築を作ってはどうというふうな提案です。震災後被災地と深く関わっている宮本勝弘氏は基礎の町を紹介。まあ、大体木造住宅で上物流されてて、コンクリートの基礎だけはこうやって残る。そのなんかこれ誰かにどう見せるとかあんま考えずに、事務所のスタッフにこういう CG 書いといてってお願いしたのがこれで、基礎の町って言ってますけど、これが例の10メーターの防潮堤ですよね。当時から高台移転は当然するんだろうと、からまあ漁港も多分復活するだろうと。で問題は残されたこの低平地のところで、そこに生活があったっていう証としてコンクリートの基礎を残しておくべきじゃないか。まあ、僕単純にコンクリートの基礎の形は花壇に似てるから、お花を植えて花壇にしたりとか、あるいはそのうちそのコンクリートの基礎に自分でこう小屋掛けするような感じで何かする人がちょっと出てくるんじゃないかと。で、まあ、そういうつもりでこの基礎の町っていう絵を描いたんです。明日に向けたさまざまな提案は被災地に勇気を与え、そしてこの日のイベントは幕を閉じた。建築家とともに理想の住宅を作りませんか。アーキテクツスタジオジャパンは日本最大級の建築家ネットワークです。日本全国の ASJ に登録されている1800名以上の建築家の中から皆様の夢の住まいを実現する建築家をお選びいただけます。また皆様が実現したい住まいのご要望を各地の高い技術を持った優良工務店と建築家が一体となって進めるシステムを構築。全国180カ所以上のスタジオが皆様の夢の住まいの実現をお手伝いいたします。お問い合わせはホームページからアクセスするか直接お電話ください。そこに自分の帰ってくる場所が必ずあると、そういう家を作りたい。空間のボリュームがそのお客さんにとって心地よいかどうか、その環境が答えを出してくれるんで、今のその方たちと未来のその方たちもずっと想像しながら、地球の中にそこにしかない、その人しかいない、そこだけの建築を作りたいと思ってます。日本最大級の建築家ネットワーク ASJ、 未来を除く住宅展開催中。建築と格闘すればするほどやっぱりいい作品ってやっぱり出ると思います。ですからいかに僕らがそこを逃げずに戦い続けるかと。一つの環境でも建築って何パターンもありますから、クライアントが求めるものをひたすら作ってるっていうのが、まあ僕の作り方ですよね。お客様には後悔してほしくないですよね。で作った中で最高のものを提供したいと思ってます。日本最大級の建築家ネットワーク ASJ、 未来を除く住宅展開催中。2012年3月11日東日本大震災からちょうど1年を迎えるこの日、シンポジウムは 3.11 から明日の年へ、東日本大震災追悼の集いと題して2回目の講演が行われた。まずは地震発生時間14時46分18秒を迎える前に追悼演劇失われた街ギャラリーリーディングを講演。
宮城県気仙沼にあった地区の在りし日の模型を背景に被災された方々の言葉を粛々と朗読。港から 2,3 分のところに避難し、そこから津波の様子を見ていた。あちこちで悲鳴が聞こえたが、どうしようもなかった。家の石垣まで波が来たが、自宅は無事。震災後1ヶ月ぐらいまでは、近くにある給食センターからくず粉でとろとろにした豚汁などを受け取っていた。市から人が派遣されていた。ボランティアの人たち、ありがたい。被災という身につまされる思いが会場内に覆われていく。そしてその時間が来た。黙祷。会場すべての鎮魂の願いが東北へと向けられた瞬間である。そしてイベントは明日に向けて新たな一歩を踏み出す。黙祷後の基調講演では、京都大学大学院教授上谷浩二氏による、建築構造化の見地から想定しうる最大の地震に備えるための超高層建築の安全対策が提案された。柱っていうのは延長材ですね。延長材は蘇生化させない。つまり男性っていうのは力かけて手を離せば元へ復元する状態が男性なんです。蘇生っていうのは力かけてぐーっと伸びちゃって元へ戻らない変形を起こすのが蘇生なんです。こちらは揺れが止まったら全く元あった状態に復元します。ですから設計上は、ああこれは大丈夫だなっていう設計になっているってことなんです。ところがですね、先ほどの P デルタ効果っていうのを入れていくと全く違う様相がここで出てくるってことが問題なんです。要するに先ほどのムービーではこれ何の損傷も受けてない、元に復元するんですね。ところが機械非線形っていうものを実際に自然界に存在する重力の効果です、重力の効果を入れてやると動きは全く変わる、ある一線を越えるといきなり変わるということがこの現象のですね本質なんですね。これは実は抑止が可能なんです。針が蘇生化した後も柱の曲げに抵抗するような弾性要素をうまいこと付け加えてやれば今のような現象を抑止することができるんですね。そのとんでもない、数百年に一回なんてな地震に対して一般の建物全部それでやっちゃったらとても経済行為として成り立たないから、これは仕方ない。ある程度のところで人は死なないってところの第一線はこれは何とかクリアしないかんけどですね。ところがですね、この超高層なんてな代物を倒すということになりますと、これとんでもない話です。起こりうる最大に対しても倒壊だけは絶対起こさせないということをやっぱり我々肝に銘じるべきだと思うんですね。建築家とともに理想の住宅を作りませんか。アーキテクツスタジオジャパンは日本最大級の建築家ネットワークです。日本全国の ASJ に登録されている1800名以上の建築家の中から皆様の夢の住まいを実現する建築家をお選びいただけます。また皆様が実現したい住まいのご要望を各地の高い技術を持った優良工務店と建築家が一体となって進めるシステムを構築。全国180カ所以上のスタジオが皆様の夢の住まいの実現をお手伝いいたします。お問い合わせはホームページからアクセスするか直接お電話ください。この日のディスカッションもプロジェクト模型とパネル展示、明日への建築32の出展者を代表して5名の建築家が登壇。圧倒的な自然の力の前で建築にどのような希望を託すことができ、何が可能かについてそれぞれの出展作品を解説しながら迫っていった。
淡路島の福良港というところ の, あの提案をしました。まあ、やがてですね、東海東南海南海の地震があってですね、我々の身近でもですね、これによく似たことが起こりうということが、まあ、予測されるわけです。まずは遠藤周平氏の作品、津波に流されない家、そして災害後は活動拠点になり得る場所として海に浮かぶ家を提案。また震災前に兵庫県で建てられた福良港津波防災ステーション、現在着工中の淡路人形館を紹介。これらは自然の力に逆らわず波を受け流すことに着目して作られたものである。事実として知っておかないといけないことですね。これは地球上の人口ですが、2050年に92億まで急激に増えます。これから数十年後ですね、こういう状況。そして日本の人口です、今現時点この辺りです、もうピークですね、ピークアウトしました。であと100年ぐらいかけて100年前に戻るわけですね。でつまり沿岸部にもたくさん人が住みましたけども、やがていなくなるわけです。人口が減っていくわけですね。で原子力が今いるかいらないかという話題もありますけど、何割といって減っていきます。電力は当然少なくていいはずですね。ですからこういった事実を前提に我々はまあ考えていかないといけないというふうに今思っております。木村博明氏は仮設住宅として活用できるような製品としての建築を提案。で従来のまあプレハブ的な建築のようなまあ大量生産型ではなくて、まあ工場でまあ構造体と一体になったようなパーツ的な製作をしてですね、まあ、輸送し、現地で組み立てるような工法ですね。まあこういう利点といいますのは、まあ工場政策のためにですね、構造の強度とかね、まあ精度、まあ価格というのは非常に安定しているだろうと。まあ要請があればどのようなところでもですね、まあ現地に建設は可能ではないかと思ってます。やはり最も建築家に求められているのはですね、まあ、デザインだけではなくて、まあ、被災民たちとの、調整力だと、まあ、思います、ね、共に話し合いながらですね、まあ、共に気づき、まあ、具体化していくというのが我々に求められているだろうと。渡辺豊和氏は阪神淡路大震災の時に自主的に作成した復興案を展示。これは江戸時代に存在した庭園都市の発想を生かしたものである。江戸時代にね、三百諸侯と言いますけども、三百諸侯が競って庭園都市を作っていったんですね。ですからどこ行っても城下町というのは非常に美しいです。建築作っていくと風景と関連しますから、風景に関しては圧倒的な責任を持ちますよね。ですから自分たちが作る建築をどういうふうに集計していくのかということがいると思うんです。その風景を集計する方法というのはいろんな方法がありまして、一つだけ効果のあることを言っておくと、実は浮世絵を参考にすることなんです。富嶽三十六景、あれはその美しかった当時の日本の風景を実に劇的に描いてるんですね。そういうものを集計するときにあの方法を使えばいいんですね。そして高松氏は新しい木造建築の可能性を紹介。20年ほど前からやはり木で建築を作るというのことをこの日本では徹底的にやるべきだというふうに思っておりまして、これからも改めて木造の建築について考えていきたいと思っております。まあ、木は燃えるとでも燃えます。ただ、木には燃え止まりというような現象がありまして、まあ、皆さんご存知でしょうが、ある程度燃えると、その炭化した層が、火を防ぐために働きますね。したがってそれ以上燃えないということが現象として起きます。私は数年前にですね、ビルを木で作らないかということでいろいろ苦心惨憺したんですが、やっぱり純粋な木造では難しいと。で、まあ、皮肉な言い方ですが、火に弱い鉄を火に強い木で守ると、それによって構造体を、作り上げてですね、建築を作れないかと。今回の震災で、神社仏閣が大体7500被害を受けております。古来、神社仏閣というのは日本人の心にとって欠けてはならないものであるというふうに考えております。まあ、そういうふうなことのための一つの、まあ、提案というかオプションになればというふうに考えております。今回のイベントは関西西日本の建築家たちが復興への思いを馳せて明日への建築、人々の未来にあるべき姿を想像させてくれた。地震国日本において
自然の脅威に抗いながらも建築家として何ができるのか。高松氏は最後にこんな言葉を残している。ジャンポール・サルトルって方が、哲学者ですね。で、飢えた子どもたちのために哲学に何ができるのかというふうな疑問を、まあ、世界に投げかけられたんですね。まあ、私も今回の展覧会を考えるにあたってかなり近い形でそういう疑問に直面した感じがあります。でも、どうにもできないことをどうにかするためにはやっぱり止まるわけにはいかないというふうに考えて、まあ、若い人たちととにかくやりましょうということで、まあ、踏み切ったわけですね。そういう意味では、まあ、本当にたくさんの方が見に来ていただきましたし、シンポジウムも参加していただきました。今は、まあ、ある意味でホッとしております。やっぱり上田子どもたちのために建築にも何かまだできることがあるというふうに確信しました。 ASJ 梅田セルに展示されている完成模型は120個。全てを再現するには約1000個が必要となり、彼らは膨大な時間と労力をかけても必ず完成させるという。鎮魂の先に見えるのはここに住んでいた人々の暮らしの風景。ささやかだが一番大切なこれらの風景を守り続けるために、建築家たちはさらなる可能性を追求していく。建築家との家づくりとは自分に合った建築家に出会うことから始まるとアーキテクツスタジオジャパンは考えています。日本全国の ASJ に登録されている1800名以上の建築家の中から皆様の夢の住まいを実現する建築家をお選びいただけます。また皆様が実現したい住まいのご要望を各地の高い技術を持った優良工務店と建築家が一体となって進めるシステムを構築。全国180カ所以上のスタジオが皆様の夢の住まいの実現をお手伝いいたします。お問い合わせはホームページからアクセスするか直接お電話ください。日本最大級の建築家ネットワークアーキテクツスタジオジャパン。こだわりの空間に住まう喜び、夢の住宅を建築家が形に。 ASJ 梅田セルを拠点に情報を日本全国に発信、アーキテクツスタジオジャパン。未来を覗く住宅展開催中。 ASJ は1800名以上が登録する日本最大級の建築家ネットワークで理想の住まいづくりをサポート。全国180カ所以上のスタジオでお待ちしています。未来を覗く住宅展開催中。Casa Bella è una rivista che ormai ha 100 anni di vita. Sulle pagine di questa rivista è passata la storia dell'architettura del Novecento. Il nostro augurio, la nostra speranza, il nostro impegno è che Casa Bella anche nel prossimo secolo continui a documentare ciò che l'architettura internazionale verrà producendo e offrendo. Lo faremo con la massima serietà, perché la serietà è ciò che merita questa antica e nobile professione che gli architetti praticano. Casa Bella, Japan.